どうもおはようございます。中野敦史です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初は昨日のロト6について話したいと思います。昨日のロト6はほんまに全然あかんかったな。もう9回ぐらい外してるんかな。いや、一口でやっぱり当選すんのは難しいし、結構時間がかかる。5等でも難しい。まあそれでもこのスタイルは変えずに継続して購入していきたいと思います。また昼の2時ぐらいかな、2時か3時ぐらいにロト6の予想を時間かけてやっていきたいと思います。ただこのやり方で今のところほんまに全然来てないけど、まあとりあえず諦めずにこのやり方で続けたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。